皆さんこんにちは、さくやです。いつもご視聴ありがとうございます。またチャンネル登録をしていただいている皆様、動画作りの励みになっております。いつもありがとうございます。本日ご紹介するレクリエーションは脳トレになります。数字記憶ゲームというカードゲームになります。方は非常に簡単です。今日は、1から9まで書かれた数字のカードを用意しました。これをランダムにシャッフルをします。そして、お客様に見せて覚えていただいて伏せます。で、お客様に何の数字か答えていただく。それができたら今度は1枚追加していきます。また覚えていただいて伏せて答えていただく。何桁まで、覚えていただけるかを競うゲームになります。認知症状があまりなくても、高齢になると短期記憶の能力は落ちていきます。ですので、このようなやり方で脳トレをするのも、いいと思います。またアレンジとしては、今日は数字でしたけれども、数字を増やすのでもいいですし、もしくは、例えばスプーンとかお茶碗とか日常使うものを描いていただいてもいいと思います。また、記号ですね、星とか三角丸とかそういったものでもいいと思います。長谷川式スケールという認知症状を測る、検査方法がありますが、あれでは実際には、例えば、スプーンとか時計とかをこう並べて一定期間で覚えていただいて、いくつまで答えられるかという検査がありますけれども、まあ、そこまで検査のような感じにしてしまうとお客様も緊張されてしまいますので、あくまでゲームとして、脳トレのゲームとして展開していただくのがいいと思います。本日は、とても簡単ですが数字記憶ゲームというカードゲームの脳トレをご紹介いたしました。本日もご視聴ありがとうございます。